官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。董卓が戦王を極める少し前、帝の縁戚である大将軍家臣が宦官により中殺される。この機に宦官を排除し帝を自らのものとする。董卓は大いなる野望を胸に秘め家友らを連れ洛陽へと入った。今洛陽では家臣が宦官に中殺され大変な騒ぎです。それに乗じて炎症や炎術の集っているとか。奴らの狙いはおそらく帝の身柄であろう。ゲッヘ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 ッ。わしはこの日を待っておったのよ。待っていた？おじい様、どういうことなの？董卓様は黄巾の騒動がいつか都まで及ぶだろうと予測されていました。その時こそ絶大な権力を握る好機であると。これよりわしらも洛陽へと入る。炎症どもよりも早く帝の身柄を抑えるのじゃ。混乱の中で帝を保護すれば陛下の心は熱くなりましょう。そのままおそばに仕えればお分かりですな。お分かりですなってよくわからねえが、使えればすげえ偉くなるってことか。バカね、一番の神になるのよ。つまり国を好き勝手にできるってことじゃない。偉くなるのと何が違うんだ。まあどっちでもいいけどよ。それで俺は何をすればいい？帝を探し出して保護するのだ。無論様々な邪魔が入ろうが、それらは全て実力をもって排除せよ。つまり帝を保護できればそれまではお前の好きに暴れてよいということじゃ。悪くない話であろう。へっ、そういう話か。よっしゃ、都にいる奴らに俺の強さを見せつけてやるぜ。帝ってのを探すらしいが、俺は難しいことは考えねえで暴れるだけよ。つい東伯じゃねえか。何してんだこんなところで。おじい様にお願いしてきたのよ。大事な戦いだもの、黙って見てられないわ。やる気なのはいいが注意しろよ。長老の時みたいに囲まれねえようにな。私が同じ鉄を踏むと思うわけ？ただ暴れるだけのお前とは違うのよ。は、何？董卓の軍がここにいるだと？やつめ、騒ぎに乗じ帝を奪うつもりだな。
董卓に帝を渡すわけにはいかん。わしは守りを固めるゆえ陛下を頼む。董卓軍、下降尊、下降炎、奴らをここで止めるぞ。よし、よっしゃ、さて、東伯に報告しとかないとな。ゴラ、炎章のとこの兵も大したことねえな。ほらほら、どんどん行くぞ。なんだこいつ、強すぎるぞ。朝飯前よ。さあ先に進むぜ。東伯、宮城の周りの敵は片付けたぜ。やるじゃないか、ゆう。あとは私が兵に命じて包囲させるわ。大半がやられただと？炎術よ、お前も敵の進行を食い止めに行け。わしに命令するでないわ。ここは一つ貸しだぞ、本所よ。まあ、なかなか楽しかったぜ。うわっ、ハッ！
囲まれておるではないか。帝を保護したとてこれでは。本所に面倒な役を押し付けおって、さっさと敵を撃ち先に帝を見つけてやるわ。わしが引けば本所が帝を、それだけは絶対に阻止したかったが。引かねばならぬか。あとは炎症に任せるほかあるまい。まあ、なかなか楽しかったぜ。だ、伝令、曹操様、炎術様、共に敗走とのこと。何、冥族を一人置いて引いたのか。私だけでどうせよというのだ。逃げんなよ。権力に飢えて都を荒らす野良犬どもが、おかげで陛下の行方がつかめぬではないか。ぬんぬんぬん。まあ、なかなか楽しかったぜ。こんな奴らに敗れるとは。陛下の恩義が心配よ。これで邪魔な奴らはぶっ倒したぜ。あとは帝ってのを探さねえとな。この玉座も城も国も今から全てわしのものよ。おじい様の様子を見るに、無事に帝の身柄を抑えられたみたいね。先ほど小帝と京王子を保護いたしました。二人ともこちらの手中にあるので、諸侯が帝を新たに立てることもできないでしょう。小難しい理屈はよくわからねえが、要は董卓殿が国で一番偉くなったってことだろ。めでてえじゃねえか。そしてその軍を率いる俺は国で一番の武将ってわけだ。公金のように国を荒らすやつは俺が片っ端からぶっ飛ばしてやるぜ。どこからでもかかってきやがれ。お前ね、かかってこいって戦いを招いてどうするのよ。カユ、少し暴れ足りないのではないか。こたびは黄金に比べ敵も少なかったしな。今からもう一暴れしてもらうぞ。洛陽の町には宦官に財産を取られまいと隠していた輩がいる。そやつらを引きずり出して宝を奪ってこい。宝を奪う？そりゃあ暴れ足りねえのはその通りだが、そんな泥棒まがいの真似はごめんですぜ。カユ、口を慎みなさい。おじい様の命に文句をつけるなんて無礼にも程があるわ。姫、そう目くじら立てずともよいぞ。カユ、わしは宝が欲しいわけではない。わしに逆らう奴らを根絶やしにしたいのだ。宝を隠している連中はそれを密かに使い、兵を挙げようとする敵の可能性があるのじゃ。敵を倒すのならば文句はあるまい。
そうか、敵なら倒してもいいな。よっしゃ、じゃあもう一暴れしてくるとするか。信じられませんな、あのような理屈で略奪行為に納得するとは。あんな単純なバカがおじい様の配下で本当に大丈夫かしら。単純だからこそ良いのじゃ。あやつにはまだまだたんと働いてもらうぞ。くだらんことを報告に聞いてないわ。反抗したやつなど一族郎党を根絶やしにするのじゃ。朝鮮よ、もっと地方寄れ。王卓よ、何様になったつもりだ。主職にふけり好き勝手に命を出す。これでは宦官どもの方がまだマシではないか。提言か、うるさいやつじゃ。わしに指図するつもりか。何者じゃこやつは。我が義理の息子レオフだ。キューバならば誰にも負けぬ、無論貴様にもな。良いな董卓よ、これ以上の横暴は許さんぞ。レオフと言ったか。なかなかに使えそうなやつじゃ。やつを抱き込み提言を消させれば全てがわしの思い通りよ。董卓様、提言率いる一帯が洛陽に迫っているとの報告が入りました。近頃の態度が不審なので怪しんでおりましたが、まさか力に訴えて出るとは。提言、おじい様に歯向かうなんてバカなやつ。そんなのさっさと追い払ってしまいなさいよ。それが養子である呂布の武勇すさまじく、こちらの守備隊がことごとく破られております。何ですって、あんな獣みたいな男一人に何を手こずっているの。カユ、お前の出番よ。さっさと呂布もろとも提言を討ち取ってきなさい。任しとけ。この前は怯えたやつばっかりで戦いがいがなかったからよ。今度は派手に暴れて全員ぶっ飛ばしてやるぜ。待て、提言はわしに逆らった罪で殴り殺してもよい。だが呂布は生かしてわしのもとに連れてくるのじゃ。生け捕り？なんでそんな面倒なことを。俺はその杖へってやつと真っ向勝負がしてえんだ。悪いが手を抜いて戦うなんてできませんぜ。呂布がお前にかなうとは思えんのだがの。多少力を抜いて取り押さえるぐらい
楽にできると思っておったが、見当違いか。そうまで言われちゃ仕方ねえ。俺が呂布とかいう野郎の首根っこ捕まえてここに引きずり出してみせましょうや。董卓殿に逆らおうっていう提言はどいつだ。俺がぶっ飛ばしてやるぜ。ついっはっ。え、太夫、お前に内通者の始末を命じるわ。裏切り者の御家を探し出しなさい。いきなり探せったってよ。怪しい奴片っ端からぶん殴るか。もう少しは頭を使いなさいよね。最後に目撃された場所を教えてあげるわ。董卓様の命で呂布を探してるんですが、どこにも姿が見えません。なんでいねえのかよ。そいつと戦うのが楽しみだってのに。この辺に五兄がいるんだよな。ん？あっちの林に誰かいるぞ。見つけたぜ。お前が五兄だな。こんなとこで何してやがる。カユ、後をつけてきたのか。くそ、こいつを始末するぞ。無念だ。董卓を討つ、またとない好機を。裏切り者ってのは本当だったのか。こそこそとせこいこと考えやがって。はっ、やっ、うん、はっ、はっ。まあ、なかなか楽しかったぜ。見事な武勇。おう、褒美はたんと弾んでやるぞ。ついえい、いらっしゃい。毎度どうも。
カユー殿、お聞きになられましたか。市外にトウタク様の命を狙う一味がいるとか。何？そんな話は聞いてねえぞ。放っといたらまずいんじゃねえのか。話が早くて助かります。奴らの居所をつかみました。お願いしますぞ。見つけたぜ。お前らの計画は太陽様がぶっ潰してやる。まさか計画が。計画は同志しか知らないはず。誰かが漏らしたか、裏切られたか。よっしゃ、うまく捕獲できたな。このまま牢にぶち込んでやるぜ。まあ、なかなか楽しかったぜ。なかなか使えるじゃない。敵の刺客が市街地に侵入しました。なんだと？抜けられたらすぐ城に行かれちまうぞ。皆で探していますが見つからず、どうか力を貸していただけませんか。ここで捕まるわけにはいかん。邪魔をするなら消えてもらう。もう刺客はいないみてえだな。あの兵に伝えといてやるか。敵の刺客は全員ぶっ飛ばしてやった。安心していいぜ。本当ですか。ありがとうございます。まあ、なかなか楽しかったぜ。見事な供養の褒美はたんと弾んでやるぞ。ついよし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。何としても董卓の戦王を止めねばならぬ。邪魔する者に容赦はせん。行くぜ。どうや。並ならぬ武人とお見受けした。我が名は趙文衍。いざ
おいて願う。俺に挑もうってのか。面白え。太夫様の武勇、時と味合わせてやるぜ。ここまでか。ルーフィオ、あとは頼んだぞ。何？どっから出てきやがった。やつは俺の獲物。それで戻るぞ。つまらん戦に駆り出しおって、さっさと終わらせてやる。待ちやがれ呂布。お前の相手はこの俺だ。雑魚が生きがるな。お前も他のやつ同様、逃げんなよ。吹き飛ばしてやる。って言われている割には大したことねえな。少しは骨のあるやつがいるか。言いてえことはそれだけか。これで終わりにしてやるぜ。うりゃあ。今のは何だ。さっきまでとはまるで別人じゃねえか。お前、さては手を抜いてやがったな。今の一撃をかわしたことは褒めた。だが戦った相手の力も測れていないと。やはり貴様も雑魚だ。やろう。ぶっ殺してやる。うわおい、トワグ、何しやがる。くだらん茶々を入れるな。貴様から消してやるぞ。カユ、おじい様の命を忘れたの。まったく、どこまでバカなのお前は。おじい様からは呂布を殺さずに生かして捕らえろと言われていたでしょ。それを勝手に熱くなって。うるせえ。お前は引っ込んでろ。命令云々は関係ねえ。俺とこいつの問題だ。待て、俺を殺すなら、なぜ董卓はそんな命令を出した。あ、そういえばなんでだろうな。ああ、そんなもんどうでもいいじゃねえか。お前との決着が先だ。続きをやろうぜ。カユ、控えぬか。命令を放棄し、私益のため戦いを優先するなど、軍規違反も甚だしい。それでも董卓様の将か。李寿、よい。わしは呂布に話があるのじゃ。呂布よ、提言を捨てわしのもとへ来い。さすれば欲しいものは何でもやるぞ。名馬、名刀、女、地位、望みのままに申せ。おじい様、本気なの？こんな獣を味方にしようだなんて。こたびの騒ぎもそうですが、昨今洛陽周辺に不穏な動きが見られます。
誰かが董卓様のお命を狙っているのでしょう。これまでは正体がつかめませんでしたが、提言ほどのものが動いたことで見えてきました。おそらくは帝の保護に失敗した炎章が黒幕かと。炎章が相手となれば警護は万全にせねばならん。だが護衛をさせようにも海遊には務まるまい。そこで呂布よ、こやつの武勇もまた並外れておる。わしの護衛におあつらえ向きじゃ。貴様の護衛だと？そんなくだらん役を俺がやると思うか。わかっておる。お前もそこの海遊同様、戦の中でしか生きられぬやつであろう。わしに不満を持つ輩は提言以外にも多い。そやつらが攻めてくるのは目に見えておるわ。そばにおれば向こうから戦がやってくるぞ。その言葉に偽りはないだろうが、いいだろう、貴様についてやる。だが話が嘘だと分かったら切り捨ててやるぞ。チッ、暴れ足りねえだけじゃなく、よりによってお前が仲間になっちまうとはな。仕方ねえ、決着は預けておくぜ。くだらん、決着はすでについていた。お前の負けだ。どこまでも俺を下だと言い張るつもりかよ。くそ、イラつくぜ。見ていやがれ、絶対にお前に俺の方が強いと言わせてみせら。カユ様、お疲れ様でございます。ん？お前は悪い誰だっけか。見た覚えはあるんだが。いえ、構いません。私は長仙と申します。董卓様の身の回りのお世話をしております。へえ、そうかい。それでその長仙さんが俺に何の用だ。董卓殿からの頼まれ事か。いえ、申し訳ありません。海遊様のお姿が見えたものですから、つい声をおかけしてしまったのです。海遊様の武勇は常々聞き及んでおります。董卓様の軍随一の猛者であられると宮中でも評判ですから。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。ま、俺の強さが有名になるのは当然だな。この前の戦は消化不良に終わっちまったが、次は見てろよ。もっとすげえ暴れ方をしてやるからな。まあ、あれほどの戦をされても消化不良とは。何かご不満なところがあるのですね。よければ遊戯をご一緒してそのお話を。遊戯？ああ、夕飯のことか。悪い、飯は一人で食うようにしてんだ。そうですか。とても残念です。やはり私のようなものと言葉を交わすのはお嫌いですか。いや、そうじゃねえ。近頃は飯の後に川で体を鍛えることにしてんだけどよ。川の流れに逆らって泳いでんだが、この前うっかり溺れかけちまってな。それ以来飯は3食1人で気合い入れて食ってんだよ。気合を入れて、それがまた大変でございますね。お前の色仕掛けも海遊の前じゃ型なしね。長仙、おじい様の次は海遊をたぶらかすつもりだったんでしょ。残念だったわね。こいつに色仕掛けは通じないわよ。董伯様、私は決してそのような。とぼけないで。誰かで構わず媚びを売るなんて、ほんと下品な女。さっさとどこかへ失せなさい。
なんだよ東伯、お前朝鮮と仲悪いのか。へえ、若なりに感じるところがあるのかしら。あの女が怪しい動きを見せたらすぐに私に報告しなさい。いいわね。なんだ、笑ったかと思ったら怒ってやがる。わからねえやつだぜ。真の三国無双はこの火竜よ。炎章がついに表立って動きました。諸侯を束ねて連合軍を結成、洛陽へと迫っております。しかしその足並みは揃っていない様子。陣が敷かれましたが未だ動く気配がありません。おそらくは互いを牽制しているのかと。ふっ、集まるだけ集まっておいて何もしないだなんて間抜けな奴らね。そんな連中こっちから潰してやればいいわ。姫の言う通りじゃ。リジュ、さっさと兵を出さんか。カユ、リョフ、お前たちも行け。久々の大戦、腕が鳴るぜ。片っ端からぶっ飛ばして俺の強さを見せつけてやる。動かぬ雑魚どもが相手か。つまらんが、連合なら少しはマシな奴もいるだろう。両夫よ、お前との決着今度こそつけてやる。この戦でどっちが功を多く挙げられるか勝負だ。報告します。連合軍の陣より曹操の一隊がこちらへ向けて進軍を始めました。その他の軍勢は未だ動く様子はありません。曹操め、渦どもにしびれを切らし単独でわしを撃とうと流行ったか。まずは奴から血祭りにあげてやるわ。前哨戦で連合軍を震え上がらせようというのね。素敵よおじい様。カユ、リョフ、まずは曹操だけを叩きなさい。なんだと、そんなちんけな戦をさせるつもりか。連合が相手でないのなら俺は出んぞ。何？じゃあ俺との勝負はどうなるんだよ。戦えれば相手なんてどうでもいいじゃねえか。俺より弱い奴との勝負など興味はない。相手をしてほしいならばそれだけの力があるとこの戦で証明してみせろ。くそ、どこまでも俺を下だと思ってやがるな。上等じゃねえか。やってやるぜ。見てろ、曹操なんざ軽くひねってやら。何をごちゃごちゃ言っておる。どっちでもよい、さっさといかんか。